本日はお集まりいただきましてありがとうございます。それではただいまから、県内における新型コロナウイルスの感染状況とその対策についての臨時の知事記者会見を行います。本日の流れですけれども、はじめにですね、県感染症対策センターの藤井総長から感染状況の説明をいただきまして、その後、対策につきまして知事の方から発表をさせていただきたいと思います。それでは初めに藤井総長お願いいたします。それでは直近その感染状況について、少し、お話をさせていただきたいと思います。ご存知のように公表ベースでいきますと昨日21でした。で本日、47ということで、数として倍増しておりますし、過去本県としては1日あたり最高の感染者数ということになっております。でその47の主な要因は、障害者施設でのクラスターの発生ということです。しかしこれ47名すべてがクラスターではなくて、現時点ではクラスターとしては31、そしてその他が16とという内訳になっております。でほとんどがですね、検査をスクリーニング検査をしているもののほとんどが本県においても英国株に置き換わってきております。でそれもかなり感染がいろいろ拡大をしているという一つの大きな要因になっているんだろうと考えております。それでは主な感染者が多数発生をした事例について、ご説明をしたいと思います。まず、職場関係ですが、その前にやっぱりメインの障害者の施設、障害者の施設はですね、利用者50名、職員が44名で、そのうち合わせて32名が現時点で、感染をしていると確認をされています。でまだ検査が済んでいない方々もいますので、場合によってはもう少し感染者が増えていくということは考えられます。そしてその他に最近いろいろと複数感染事例があったという中では、職場関係というものが少し目につきます。で職場関係について観光業の施設で、観光業 その 本来の方の職員ではないんですが、外部の委託職員の方、その方々が、お昼を一緒に食べたということで、おそらくそこが感染源だろうというものが出ております。それから建設業で複数の事業所の方が一つの現場に集まって、作業をされるというその中でも感染例というのが出ております。で飲食店関係ではグリーンゾーン認証を受けていない飲食店での感染でというのが出ております。で、飲食店というのが少し微妙なところはあるんですが、もう休みの日にお店を利用してカラオケをしたそういうグループの中から感染が出ているという例もございました。この他に学生の方々が自宅で長時間会食を行って、その中で、感染者が複数確認をされたという事例もございました。でそれら、少
少しまとめて、こんなところが問題だったんじゃないかということをお話をしますと、ベースには変異株というのがこのほとんどのこのグループの中で、発見をされていますので、変異株というのが感染拡大に、寄与しているだろうというふうに思います。そして、マスクを適切にせずにカラオケをした、会話をした、それが一つ気になることです。そしてですね、いろいろ調べてみますと、どうも感染を拡大をさせたのが発症前のタイミングになるという例がありました。でその例については、非常に同僚の方と面と向かって食事をして、そして会話をしたという非常に近いところでですね、そういう例で、感染をきたしたのではないかという例がありました。それから少し発熱症状があったのに勤務をして、そしてそこで感染を広げたんではないかという例もありました。それからその発熱関係では、少し発熱があった、でも1日すると下がったので勤務を続けて、そしてしばらくするとまた具合が悪くなって検査をすると、感染をしていたというのが分かった。でそのためにかなり発症をしてから長時間の間こう勤務をされていたために、感染者が非常に多くなったという事例もありました。で発熱っていうのは国の方では 37.5 度とかってよく言われるんですが、やはり平熱が低い方もいます。そういう意味では自分の平熱というのをちゃんと理解をしていただいて、やはり平熱より1度以上高くなると少し気をつけて、念のために医療機関に使用していただくと、そういうことが必要ではないかなと思います。それから、この感染が広がったいくつかの事例で、具合が悪くなってから受診をされるまでにちょっと時間を要した。先ほどの例もその中に入るんですが、そういう例がありました。でそのためにやはりそのタイムラグによって、感染が広がったんではないかというものもありました。でそれらから教訓として、得られるものはですね、やはりマスクというのはきちんとつけていただく必要がある。これは本当に一番の重要なポイントだと思います。それから先ほど申し上げましたように、少し具合が悪くなった、でもすぐ良くなったというような場合に自己判断をせずに念のために医療機関を受診をしていただきたいということもあります。そして、発熱とそういう症状がある場合には学校、勤務、そういうものを行くのをやめていただいて、やはり念のために医療機関を受診をしていただくということをぜひ徹底をしていただきたいなと思います。会食の場でというのも若干ありましたけれども、会食いろいろグリーンゾーン認証の施設での会食ということをお話をしておりますが、それ以外にですね、例に出しましたように自宅で会食をしたために感染が広がったという例があります。ですから自宅で会食をされる場合はいつも普段から一緒にいるそういう人とでない他人が入る場合にはやっぱり距離を空けていただく、短時間にする、そういうことに注意をしていただきたいなということを考えています。ぜひ基本的な感染対策というものを再度
徹底をしていただいて、これ以上感染が拡大をしないように、県民の皆様、そして、関係の事業者の方、ご協力をいただきたいなというのが私の感想です。以上です。それでは続きまして、対策について長崎知事から発表させていただきます。はい、よろしくお願いいたします。まず先ほどですね、本日は、47名の感染者さんのうち、若干数字の訂正をいたします。クラスター関係の方が34名、クラスターでない方が13名、こういう、ことが、整理した数字でありまして、先ほど藤井総長のお話の後に再度整理をして、判明した数字ですので、この場をお借りいたしまして、私の方から訂正をさせていただきます。先ほど、私からはですね、現在の感染状況を踏まえました、対策につきまして、お話をさせていただきます。まずクラスターが発生いたしました、障害者施設におきましては、昨日感染が判明した直後から感染症専門医などを派遣いたしまして、ゾーニングあるいは蔓延を防ぐための具体的な措置を指示したところでございます。そして本日からは DMAT を派遣し、利用者の健康観察を行うとともに、施設内における療養体制を整備したところであります。さらに万が一症状の重い方が発生した場合には、速やかに医療機関への入院調整が、を行うなど、施設内入所者の対応には万全を期してまいります。そして、これが現在の、施設に対する、対応状況であります。そして、今後の対策ですけれども、障害者施設関係ほかの、クラスター化しやすい施設に対します、今後の対策でありますが、大きく、3点ございます。1点目はですね、検査体制の抜本的な拡充です。障害者施設につきましては、来週から施設における、各施設において毎週、PCR 検査を実施することとしておりますが、これに加えまして、各入所施設におきまして、抗原簡易キットによる検査を随時実施できるようにし、施設職員等の感染対策を強化してまいります。次に、これはですね、障害施設に限った話ではないんですけれども、変異株を早期に特定するためのゲノム解析検査の委託を実施いたします。先ほど藤井総長からお話しありましたように、ほぼ全てが英国株になっておりますが、現在さらにですね、本県に隣接する東京都あるいは神奈川県などを含む12都府県でインド株がですね、確認されております。全部で53例、首都圏では28例というふうに承知をしておりますが、この1週間で2倍に拡大している状況であります。これはご承知の通りであります。またさらに国内においてですね、国内初の新たな変異株が確認されたとの報道もあったところです。こうした状況に鑑みまして、変異株を早期に確定し、先手対応につなげていくために、県立中央病院と山梨大学医学部附属病院の両病院に、ゲノム解析を委託することといたしました。これによりまして、これまで変異株の確定までには、1、2週間かかっていたところですが、これがですね、2日から3日程度と大幅に短縮することが可能になります。準備が整い次第、可及的速やかに運用を開始いたします。なお、これに要する経費につきましては、本年度分の予備費を活用して対応しておきます。また、障害者施設はじめですね、あるいは高齢者施設な、もそうなんですけれども、社会のさまざまな場面でですね、その検査の需要というのは大変高まっているわけでありまして、これらに対応するべくですね、PCR 検査機器の整備を含めです、検査能力の拡充について検討するように指示をいたしました。
重点病院を中心にですね、新たにその PCR 検査機器を、増設をいたしまして、検査、本件のですね、検査能力を、今そう、できれば倍増、するという方向で今議論をしています。ただ相手のある、病院の受け手の問題もありますので、我々としての希望はその規模のものなんですけれども、これはもう少し話が整ったところで具体的な数字はお話したいと思いますが、各、重点病院を中心にですね、検査機器を増設させ、より多くの、PCR 検査が、できるように、さらに、進めてまいりたいと思います。対策の2点目、2つ目の柱ですが、行動規範の策定であります。今回の障害者施設の事例を踏まえまして、発熱後熱が下がっている場合でもしばらくは出勤せずに自宅で様子を見る、あるいは喉の痛みなどの症状が軽度でも出勤しないといった慎重かつ適切な判断を求める行動規範を盛り込みましたひな型を県において作成いたしまして、障害者施設に提供し徹底を図ってまいりたいと思います。対策の3点目はワクチンです。障害者施設の従業者などに対しますワクチン接種が可能な限り早く確実に実施できるように専門家や市町村関係機関と相談しつつ、県として責任を持って体制を構築できるよう、体制の構築を至急検討するように指示をしたところであります。職域接種になるわけですけれども、これに関しまして、関係団体と調整、あるいは市町村に調整いたしまして、至急、我々がですね、中心の調整をいたしまして、速やかに、可及的速やかに、施設の従業者に、ワクチンを接種できるように、働きかけ、体制を構築する、しております。以上がですね、障害者施設に対します、対応の、3本柱ですが、もう一つですね、福祉施設以外の事業所に対しましても、先ほどの行動規範に関しましては、職員、作成及び、遵守の徹底を求めてまいりたいと、考えます。具体的にはですね、感染者が発生している、福祉施設、それから飲食業、ホテルなどの観光業、そして建設業、これらが今回、最近ですね、クラスターが発生した業界になっておりますが、これらにつきましては関係団体を通じまして、行動規範の作成を事業所に呼びかけていきたいと思います。これにつきまして、同様に県でひな型を作成し、速やかに発送したいと思います。また今申し上げた業種以外の事業所、例えば工場などにつきましても情報提供をしてまいりたいと思います。行動規範のひな型には、基本的な感染症対策のほか、これまでの感染事例を踏まえまして、例えば、当該施設の職員に加え、清掃や、人材派遣等の委託業者についても、施設内での、感染対策の徹底を図ること、あるいは、職員、委託業者等の施設内での、飲食時や喫煙時の、感染対策の徹底、例えば、なるべく 少人数で、マスクを着用するなど、こういう、中身を考えますが、こういうものをですね、通じまして、各事業所、でですね、職員の皆さんの、感染の連鎖を防ぎ、クラスターを徹底して防いでいくべくです、協力を呼びかけてまいりたいと。県民の皆様、あるいは事業者の皆様におかれましては、今般の感染拡大を踏まえまして、これまで以上に、警戒感を高めていただき、感染防止対策のさらなる徹底を、お願いしたいと思います。私から申し上げるべきは以上であります。